僕の未来予想図ではこの日本武道館は三冠チャンピオンとして立ってるもんだと思ってたんで、まさか自分がチャレンジャーだとは想像もしなかったですね。お前らな、俺前から言ってるよ、このトーナメント優勝したやつが日本武道館で行われる三冠戦、それに俺に挑戦してこいよ。もう過去の王道トーナメントとはまたちょっと比べ物にならない僕の中で覚悟があって、優勝したいんだっていう気持ちじゃなくて、優勝しなきゃいけないんだ、もうそういう覚悟でしたね。誰が来ようか関係ねえ俺には、俺の生贄になる、やつが一人ただ決まったっていう。日本武道館三冠戦、お前の挑戦を受けてやる。だがお前は俺に負ける。宮原健人、地獄へ落ちろ。俺にケチョンケチョンにやられた方がいいよ。宮原が、負けてな、次のステップへ行くその姿を宮原ファンは受け入れた方がいいよ。スワバの時代はもう10年前に終わった。これはもう僕の中でスワマ時代と宮原健人時代の勝負だと思ってるんで。もう見ろお前、終わっててお前ベルトなんてお前持ってらんねえだろお前、プロレスに世代闘争はねえんだお前。スワマが全日本プロレスで何をしてきたのか、そして本当にスワマは全日本プロレスを守ってきた男なのか、胸を張って全日本プロレスを引っ張ってきたと言えるのかと逆に聞きたいですよね。俺は言えるよと、今現在進行形の全日本プロレスは俺が引っ張ってると。過去も今も未来も俺が背負うからだ。変に責任感なんて背負う必要ねえぞ、背負ってる姿なんか見たって何も面白くないんだよ。伸び伸びやるのが一番だぞって。全日本プロレス50周年日本武道館大会で宮原が地獄へ落ちる、それが最高だろう。全日本プロレス50周年の歴史の中でジャイアント馬場さん、ジャンボ鶴田さん、四天王、この全日本プロレスをかつて見ていた皆様にもぜひこの9月18日日本武道館には見に来てほしいし、そしてプロレスを見たことない皆様にはこの俺宮原健人を見に日本武道館まで来てほしい。この極上の三冠戦を勝ち、三冠ベルトを巻いてこの夢空間の日本武道館を締めくくるのはこの俺だ。過去現在未来全て俺が背負う。